平家にあらずんば人にあらず。この言葉をご存知でしょうか。この言葉通り平家で最も栄華を極めた人物がいます。それは平清盛です。今回は平清盛について解説していきたいと思います。今回の目次です。平清盛の人生、平清盛のエピソード、まとめ。このチャンネルでは、歴史上の偉人を取り上げ、皆さんが歴史を学んだり、自分の道を見つける、きっかけになれるような動画を投稿していきます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それでは本編に移ります。平清盛の人生、平安時代末期の武将、平忠盛の嫡子、実は白河院の楽院で、母は祇園養護の妹と言われます。懐妊後、白河院より忠盛に下賜され、生まれたのが清盛だそうです。この生母は清盛生誕の、翌々年病没したらしいです。武家として初めて、太政大臣11位の局官に上り、平氏政権を現出した、その巨漢が六原に、あったところから六原殿、六原入道と呼ばれ、また平相国、平前門とも称されました。元永元年に生まれた清盛は、祖父政盛父忠盛が遠近親として蓄えた、政治力経済力を背景に、中央政界に地位を得て、忠盛死後は武家統領としての、地位を継承します。保元の乱では、後白河天皇方として勝利を収め、昌那権入道新政と組んで勢力を伸ばし、ついで平治の乱に源義朝を破り、軍事検問としての地位を確立した。両乱は武の重要性を、政界内外に知らせる結果となり、以後清盛をはじめ平氏一門の官位は、急速に上昇します。清盛自身は永暦元年小三味三義となって、武家として初めて供養に列し、仁安2年には、内大臣小二位から、太政大臣11位にまで上った、ほどなく官を辞し、翌3年2月病を得て出家、摂津福原に引退した。しかしその後も一門の総帥として、また国家権力の、一翼を担う軍事権門として、政界に確固たる権力を保持し続けました。法明清廉、後清浄会、平治の乱の頃までに、清盛は肥後秋播磨の国主、太宰大二を歴任し、父祖同様西国に基盤を形成、同地の武士組織に尽力した。西国の海民がそうである結果として、清盛自身も大宗貿易や海上交通に、深い関心を示し、摂津大和田の泊まりの修築を行って、宋船をここまで入港させることに成功。また伝説によれば、秋温度の瀬戸の開削も、手掛けたといいます。平家農協で有名な厳島神社への崇敬も、海上交通や西国武士組織と、無関係ではないと思われます。清盛自身の思考性もあるが、それに加えて与の河野氏や沖氏、肥前松浦島などの水軍の掌握を目的として、かかる努力が続けられたと言えます。平氏の台頭が院との、深い結びつきによってもたらされた結果、西国の国主歴任、海賊追部、西国に多い飲料の支配等々により、平氏自身も必然的に、西国を基盤とするようになったのですが、平治の乱後、唯一の部門統領になり上がった平氏は、東国や北陸への進出を、積極的に図るようになります。敗れた源氏の基盤を継承し、源氏家人の組織化を、果たすことが急務だったからです。特に東国や北陸の国主を、一門で占めることによって、国家を媒介とする軍事力組織を、図る必要があった。その意味で清盛は平治の乱を、全国を対象とする唯一の部門統領として、まさに軍事検問の名にふさわしい、存在になったということができる。ただしどのように基盤を拡大しようと、平氏が対象地域の支配をどう行うか、どう在地武士を組織するかが問題となる。貢献を媒介として在地武士を、戦時に動かすことができたとしても、彼らの利害を代表し得る存在として、主従制のもとに彼らを私的に、組織化しなければ、部門統領としての存在意義は極めて薄い。貢献に基づく軍勢を把握しただけでは、十分とは言えないのです。その点で清盛の全国支配には、脆弱性が認められ、そこに平氏政権の、限界も内包されていたということができる、旧来の朝廷勢力に対する施策の一つとして、清盛が採用したのは婚姻政策である。一門の人々は政界の有力者と婚姻を結んだ。特に清盛の娘のうち森子は、関白藤原元実の室に、広子は元実の子元道の室となり、範子建礼門院は、高倉天皇の中宮となって、安徳天皇を生んでいる、元実が若くして他界した際には、その医療を森子に継がせ、実質的には清盛の管理下に置いてしまった。安徳天皇の即位後、清盛は天皇外祖父の、地位を得ることとなります。また高倉天皇の母は、清盛妻時子の妹、謙春門院平重子に他ならない。この時子重子姉妹は、桓武平氏元宗の流れを汲む、
平時信の娘で他にも清盛の子、重盛宗盛が時信の娘と婚姻を結んでいる。清盛はこの一流と婚姻を結ぶことにより、道場平氏をも一門に取り込んだのです。この他遠近親として勢力を誇った、藤原の家なりの家とは、重盛と桃盛範盛らが、幾重にも婚姻を重ね、村上源氏の流れを汲む早春館の一族とも、頼盛が婚姻を結ぶなど、有力公家との婚姻関係は、非常に密接なものでありました。しかしそれにもかかわらず、鹿が谷の防御事象元年で、平氏と梅津の陰謀を巡らしていたのは、家なりの子なり鹿や最高春館などであった。彼らは後白河遠近親としての立場から、平氏を政敵とみなし決起しようとしたのです。元実死後の摂関慶良横領事件に、典型的に見られるように、平氏の婚姻政策はあまりに強引であったため、それによって生ずる政治的、経済的な利害の対立が、密接に結ばれた婚姻関係を、はるかに上回って表面化したのでした。このように清盛の施策は、中央地方双方において矛盾を呈し、特に後白河院とは対立が、先鋭化していきました。一門による官位の独占や、治療国荘園の集積が、旧勢力の不満を促進し、彼らを後白河院のもとに、結集させる結果となったのです。鹿が谷の防御の後、治承3年に森子が死去すると、その医療を院が没収、ついで清盛嫡子重盛の死去後は、その治療国越前を院が奪うなど、院の攻勢が続き、ついに同年11月清盛は福原から上洛して、クーデタを敢行し、院を鳥羽殿に幽閉、反平氏の公家の官を解き、平氏一門や平氏家人、新平氏氏派の公家をもってこれに変えた。ここに清盛の独裁政権が樹立され、清盛による強引な暗黒政治が展開されることとなります。一門の多くが供養天上人となり、治療国の半数以上を一門が占めました。平家物語の記載は、実にこのクーデタ後の状況を物語るものである。不満分子を摘発するため胸中に密偵、カムロを放ったというのも、この頃のことでしょう。荘園の集積にしても、これ以後は上級領有者をいただかない平家領も、出現し、平氏が権力者として頂点に立ったことを、示しています。しかしいかに圧政を敷いても、反勢力の動向は抑えようがなく、翌治承4年5月には、持ち人を源さんより政の挙兵があり、8月には伊豆の源の頼朝、木曽の源の義仲からの挙兵が相次ぎ、諸国は内乱の様相を呈していきました。清盛は福原遷都をもってこれに対抗したが、新都造営が思うに任せぬまま帰との、やむなきに至りました。自社勢力の活発な動きへの対策として、同年12月にはなんと焼き討ちを敢行するが、これも物敵の汚名を着せられるだけの、結果に終わり、かえって反平氏勢力の結集を、強めてしまいます。翌曜は元年うるう2月4日、熱病に侵された清盛は、家人平の森国の九条河原口の屋敷で、平氏の行く末を案じながら、64歳の生涯を閉じました。平の清盛のエピソード、平の清盛は平家物語で、おごり高ぶる傲慢な人物として描かれています。そのため、今でも悪人なイメージが強い人物です。平家物語の中では、以下のエピソードが書かれており、清盛悪人というイメージが、定着してしまったんです。紀王という白拍子を寵愛していたが、仏御前が現れると心移りし、紀王を屋敷から追い出した。さらに元気のない仏御前の前で、白拍子を舞うように強要する。義朝の子を除名する代わりに、妻の時は御前を目かけとした。獅子型にの陰謀で陰謀を企てた。最高を拷問の末に口を裂いて斬死したと。しかしこれらは事実ではなく、創作も多いと言われています。平家物語の根底にあるのは仏教思想、すなわち因果応報という考え方です。人々は平家がおごり高ぶっていたから、滅んだと考えました。そこから平家の棟梁である清盛は、悪人であるというイメージが生まれ、物語に悪人像が追加されていったと考えられています。源頼朝を流刑にした優しさが、後の悪人像を生むことに、頼朝は伊豆で挙兵し、義経は源平の合戦で連戦連勝します。結果的に平家は敗者に、源氏は勝者になりました。頼朝は清盛の優しさにより、自分が生かされたことと、それが平家の滅亡につながったことを、身をもって知りました。だからこそ平家や義経に対して、討伐や粛清を図ったのですね。鎌倉幕府の成立後は、平家物語の清盛像が、一般的なものに変わっていきました。罪を減じるという優しさが、後の悪人像の原因になるとは、なんとも皮肉な話ですね。清盛は平家物語に書かれているような、悪人ではなく、周囲との調和を大事にする、優しい性格というエピソードが、数多く残されています。
結果的にはその優しさから源頼朝や義経を許してしまい、平家は滅びることとなりました。その優しさが物語の中の清盛の悪人像を作り出したのは皮肉な話ですね。現実的な考えの持ち主、清盛の性格として欠かせないのが迷信にとらわれない現実的な思考です。当時は陰陽や陰陽師等が当たり前のように信じられていた時代でしたが、清盛は神を恐れない考え方をしていたため、非難の対象にもなりました。具体的には、以下のようなエピソードが、清盛が現実的な考え方だったことを物語っています。日宋貿易の際、貴族は神の怒りを鎮めるために、一柱を提案。清盛は石にお経を書いて埋め立てに使い、一柱を否定。祈祷により雨が降ったことを迷信だと一蹴。宋から日本に贈り物が届けられた際、貴族たちは文章の内容が失礼だから、返書を送らないと決定した。清盛は実利を取り、貴族の意見を無視して返書を送ったと、世間とは反対の考え方だったため、これらのエピソードも、清盛の悪人像につながっているのです。今回のまとめです。悪人のように伝わっているが、優しい面もあった。優しさから平家の滅亡を招いた。今回の動画は以上になります。今後もこのような動画を投稿していくので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。